はい、それでは引き続きまして8月27日両国国技館大会におきまして行われます世界タッグ王座決定戦、こちらのカードが正式決定いたしましたので、そちらの記者会見を行います。昨日のアピールを受けまして、野村直哉選手のパートナー X となっておりましたけれども、甲斐選手に決定いたしました。そのため、野村直哉甲斐組対関本大輔岡林雄二組世界タッグ王座決定戦と、カードになりました。そちらになりましたので、本日はお二人に、意気込みのコメントを伺いたいと思っております。それではまずはじめに甲斐選手より意気込みのコメントよろしくお願いします。はい、まずは野村選手、はい、まあ、俺をパートナーに選んでくれてありがとうございます。いや、なんかすごい低姿勢だね。いや、実はですね、初めて会った時は どこかなんか懐かしい感じがして、野村選手、いや、なんか初めて会った感じがしなくてですね、なんかすごいナチュラルというか、すごい大物感があってですね、でやっぱこの選手はすごくなるんだろうなと思ってて、いや俺も経験したんだけどな、はい、はい、ああ選ばれなかった。いや、なんか僕がやっぱ一番その、いや、じゃなくてやっぱ世界タッグに挑戦したいで、僕よりも取りたいという気持ちがあるってなんか言ってくるけど、そのいや僕、ね、俺の方があるんですよ、うん、そうですね。いやいや、野村選手もあるんじゃないですか、はい。まあ、僕と同じぐらいそういう気持ちがあったって、同じぐらいあって、ああ、そういうのをやっぱ感じ取ってくれて、やっぱ選んでくれたっていうのもありますし、あと、まあ、1000シリーズですかね、まあ、昨大会ですかね、そこでまあシングルマッチやって、まあ、その時は世界タッグチャンピオンだったんですけど、まあ、その時間切れ引き分けで、その時もやっぱりすごい、うん、この選手はすごくなるなと思ってて見てましたよ、はい、あの試合はすごい熱かったですね、時間切れ引き分け、はい、激闘だった。いや、それでありがとうございます。いや、それでまたなんかこういいなと思ってたら、なんか運命の巡り合わせで、そのやっぱお互いパートナーが怪我をしてしまったっていう、うん、なんか同じ状況がなってですね、なんか惹かれ合うものがあったのかなっていうのがあってですね、はい、まあ、選んでいただいて、まあ僕、まあ俺自身もそのね、世界タッグチャンピオンだったわけですけども、まだまだやっぱ取り返したい気持ちはあったんですけど、やっぱパートナーがいない中でどうしていいかなっていう部分があったんで、まあ、あの本当巡り合わせなんで、まあ、昨日はね、選んでもらって、まああとは両国で、うん、きっちり2人組むからにはやっぱりあの2人に絶対ベルトを奪ってほしいっていう、そうですね、ちょっと俺にとって反感びいきになっちゃうけど、はい、はっきり言って、はい、どっちかといったらゼウスボディが、あ、違う、関本岡林、ゼウスボディ関本岡林、びっくりしろ、もうお前関本岡林より2人にとってほしい気持ちがちょっとあるかな、ちょっとです、ちょっと、いや、だいぶちょっと、いや、ちょっと、はい、いや、ちょっと、いや、もう取りに行きます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして野村直哉選手、はい、コメントよろしいでしょうか。昨日、まあ、その甲斐さんと対戦しまして、まあ、僕の中でなんですけど、やっぱり、まあ、秋山さんや大森さんに比べてやっぱ甲斐さんの方がなんか世界タッグを取るっていう、そういう気持ちが、まあ、伝わってきてですね、足りなかったな、すいません、なんですかね、まあ、僕と同じような気持ちを持っていたっていうのは、すごい僕は伝わったので、まあ、僕は、なんですかね、その甲斐さんと一緒に組んで、まあ、世界タッグのベルトに、また世界タッグのベルトを取りたいってそう思いましたね。まあ甲斐さんも言ってたんですけど、まあ、お互いパートナーが欠場して、まあすごい悔しい気持ちをしてるんで、なんかそれで余計に、なんですかね、甲斐さんも僕もそういう気持ちが重なって、でより強くなったと、気持ちが強くなったって
そう思いますね。なので両国は僕と海さんでベルトを必ず取ります。ちなみにあれからなんか2人でなんか交流みたいな交流ですか。昨日だってもう夜遅いし、ね、深めあったじゃないの絆を。いやもうねだいぶ試合で、はい、ね、お互いやっぱやったから疲れてもう帰ってすぐ寝ましたけどね。ね、はい、いや10歳ぐらい違いますよ。ああそうか。じゃあ今日迎えてからもう会見。いやさっきたまたまあの道場の前の、はい、通りかかったらもう引き寄せ合うように一緒に会ってあっってすごい偶然でしたね。びっくりしました。ほんと心は通じ合ってますね。あ、なんかどっかで言ったフレーズだな。そうですね、まあ、正直今までお互い対戦するまで接点がなかったわけですけど。そうですね、組んだこともないですよね。そうですね。結構戦ってた感じはあります、はい、考えるとなおさら両国まで日にちもあんまりないですし、こう2人のこう絆をさらに深める何か。そうですね、そうですね、特訓なら特訓が必要なんじゃないか。そうですね、はい、何の特訓がいいですかね。うん、それは2人で考えろよ。2人がチームなんだから、はい、俺がどうこういうことじゃねえや。あ、わかりました。何かしら、まあそうですね、何かしらね、はい、やりますね、やります。まあ当然相手の関本とか大志君は非常に強敵ですから、例えば2人の連携技があったような技とか必要になってくるものかなと思うんですけど、はい、そうですね、まあもう日にちが少ないんでやっぱもう考えてもうやるしかないですね。組むあれがあんまないんですかね、こうその両国まで。いや、組む機会が岡崎大会の、まあ、ウルティモさんの大会は後楽園だ。後楽園以外は全部組んでますね、はい、特にタッグであろうと、はい、試合を通じ通じて確認し合える。それだったらシリーズ中組んでいく中で完成度を高めていく感じですかね。そうですね、そうですね。まずは私、お互いどの辺の魅力に感じますか。僕はもう、いやなんかもうね、本当あんまその欠点がないと思うんですけどね、すごい体も大きくなってますし、身長も伸びたような気がするんですけどね。なんかすごい身長伸びてる。いや身長は身長伸びてるわかんないと。いやもう勢いもあるし、まあ本当ね最近まで全世界タッグチャンピオンであったわけですからね。文句はないですよね。でキャリアをまだ3年とかですか。もうすぐ4年です。いや、はい、いやそういうふうには思えないぐらい、うん、なんかいや4年ですね、はい、実力とかそういう部分を感じますね。いやもう僕はあれですね、なんていうんですか、もう自分がプロレスファンだった頃からもずっと甲斐さんっていう存在を知ってたんで、でそうだ、初めて聞きました。地元の大会でもやっぱ甲斐さんがすごい輝いてて、金沢、金沢ですね、全日本プロレス輝いてたから金沢。いや金沢、あのちょうどなんかジュニアの、あー優勝したい、優勝決定戦で、はい、あ懐かしい、あれ見てたんで、もうなんていうんですかね、もう雲の上の存在ですね、甲斐さんは僕にとって。いやもう雲から降りてきましたから。ええなんか魅力的なタグチューンですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかなんとなくなんですけどフィニッシュもちょっと似てるかなっていうのが僕の中であって。ねえ、そうですね、
なんか結構甲斐さんを意識して今まで言うもさ、初めて聞いた意識やっぱしてもらってたんだ。甲斐さんを意識しました。うん、いや、ありがとうございます。いや、こんなに意識してもらったっていうのは、この初耳なんで、ありがたい、ありがたいですね。なんか、小商売言うやつ、ね。直接やっぱり、言ったりしたと言いづらいことも、ちょっとこう、間に俺が入ることによって、はいはい、野村も言いやすいんじゃないの。あ、そうですね。俺もあるだろ、はい。はい、入られますね。いやいや、俺はあの挑戦できないからさ、もうやっぱ二人をちょっとかけながら見守る、まあ、自分の試合もあるしさ、俺もさ。うん、で世界ラグビーに挑戦できなかったっていう悔しさも俺もあるんだよね。こうやって言ってるけどさ、本当は野村パートナーになりたかったら俺だった、はい、ありがとうございます。しょうがないな。お二人とも不安はないですか。いや、楽しみの方が大きいですね。まあ、でも、やっぱ相手のね、2人にとっては、で僕たち多分、その組んだこともなかったわけじゃないですか。で戦ったことも多分ないんで、その未知数だと思うんですよ。前哨戦とかないですよね。だからこそ、向こうにとっては、もしかしたら怖い存在なんじゃないですか。